ニューヨークに行かれたのも、やっぱり彼女さんと行かれたんですか。彼女と言ってません。ただ彼女とニューヨークで、えー、待ち合わせをしましたです <laughs>、えー。すいません。これフリックスのメンバーにも言ってませんでしたけれども。ええ、待ち合わせをして、何日か会いました。これ理由がありましてです、ね、僕、あの、なんだろうな。あの、ずっと。 あの人といるとですね、すごいストレスたまるんです、ね。だ、これものもすごい自分勝手な理由なんですけども、なので旅行とか行く場合は現地で会ってまたそこで解散っていうのがすごく多いので,ですね、えー、今回そういうですね方法でニューヨークでチラッと会いました。はい次お願いします。キム先生から教わったテクニックを具体的に教えてください。<laughs> キム先生はテクニックを何も教えてくれません。ただ 面接みたいなものがあります。で岡田さんは女の人を触るときにどういうふうに触りますかというふうに言われたので僕は「プリンの,の角を崩さないように触ります」というふうに言ったらキム先生が「合格です」というふうに言いました多分その女の人を触る時の感触っていうのはプリンの角を崩さないぐらいだというふうに覚えておいい。い。くださいはい、50代を超えてもモテる方法を教えてください。 モテるっていうのはです、ね、モテないことにるっていうのはモテる状態が来るとかですね例えばこうテレビでこういうようなことを話したりニコナムでこんなことを話したらあの女の子でちょっとなんか有名になりたいことが寄ってくると思うかもかりませんけどそれは違うんですよ。 あの、イケメンだったら、女の子寄ってくるんです。イケメンだったら、こういうの、こうやって、ゲーム実況やったら女の子寄ってくるんですけども。僕みたいな男が、何言おうと、男がわんさか寄ってきて、そして、ネガティブなコメントを流す。嫌な奴らがわんさか寄ってくるだけですって。<laughs> 女は寄ってこないんですよ。で、寄ってくる女の人は、みんな、男前な女の人ばっかりなんですね。だから、えー、僕の、あのー、基本的に彼女さんっていうのはですね、不幸なことにです、ね。僕のファンっていうのが、もう、いないんですね。思う。 <laughs> そうでないところでとりあえずあの会っていいなと思ったら話しかけてで、えー、付き合ってもらってというのに繰り返しなんですねだからそんな楽なとこありませんあのちょっと別のとこでコメント流れた、えー、大学の、えー、生徒とかを誘うのかというのあったんですけどそれもダメです今の大学の生徒っていうのは本当に同世代恋愛しか考えてないので,ですねもともとそっちの方に興味ないですし何より僕はですね そのこ,こういう言い方は何なんですけどもです、ね、例えばその、うん、僕が所属しているサークルですねフリックスとかクラウドシティとかです、ね、あと教えているあの大学とかそういうふうな場で彼女を探すというのは何、ね、かこうやっちゃいけないことですねそれはあのハラスメント的な意味もあるかも分からないですけどもそれは違うだろうといわゆるカテゴリー違いであって別のところから探してくるのが当たり前だというふうに今考えています次お願いします。 岡田さんっていくらなら A. V. デビューしてみますか。しないですね。あの僕の体は痩せてた時ですらやっぱ。お腹の皮がたるんでて、みっともいいもんじゃないですし。A. V. は出ないです。はい、次。なんでプリクラでキスする。に至ったんですか。あのプリクラ撮りたいって言われたので、いいよいいよって。まさかそんなのを出すとは思わず。